ます。じゃあ申し訳ございません、よろしいでしょうか。お茶会の始まります。ただいまから参議院国家安全保障に関する特別委員会埼玉地方公聴会を開会いたします。私は本日の会議を主催いたします、国家安全保障に関する特別委員会委員長の中川雅治でございます。よろしくお願いいたします。まず私どもの委員をご紹介いたします。私の右隣から自由民主党の佐藤正久理事でございます。同じく島尻愛子理事でございます。同じく西田昌司理事でございます。同じく北村恒夫委員でございます。次に私の左隣から公明党の石川博隆理事でございます。どうぞよろしくお願いいたします。同じく矢倉克夫委員でございます。よろしくお願いいたします。日本共産党の大門美希氏委員でございます。以上の7名でございます。次に公実民の方々をご紹介申し上げます。まず前陸上自衛隊科学学校長川上幸典公実民でございます。よろしくお願いいたします。次に株式会社ラック理事サイバーセキュリティ研究所所長伊藤博史公実民でございます。よろしくお願いします。次に埼玉弁護士会元副会長山崎徹公実民でございます。以上の3名の方々でございます。当委員会におきましては目下特定秘密の保護に関する法律案の審査を行っておりますが、本日は本案について関心の深い関係各界の皆様方から貴重なご意見を受けたまわるため本公聴会を開会することとなった次第でございます。この際公実人の方々に一言ご挨拶を申し上げます。皆様にはご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます。皆様から忌憚のないご意見を拝聴し、今後の本案審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。次に会議の進め方について申し上げます。まず、公実人の方々からお一人10分程度で順次ご意見をお述べいただき、その後委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。またご発言の際はその都度委員長の指名を受けてからお願いいたします。なおご発言は着席のままで結構でございます。それではこれより公実人の方々から順次ご意見をお述べ願います。まず川上公実人にお願いいたします。川上公実人、よろしくお願いいたします。先ほどご紹介を賜りました通り、この8月まで陸上自衛官として科学学校長を務めておりました川上でございます。私は、特定機密の保護に関する法案のは必要だという立場から意見を述べさせていただきたいというふうに思います。まず意見を述べさせていただく前に2つほど先生方を前にして、極めて、僭越なことはございますし、また、社会に説法かと思いますけれども、陸上自衛隊の科学学校というところのご紹介とですね、そしてまた我が国の今までの NBC のいろいろな形での経験といいますか、経緯といいますか、歴史といいますか、そこを少し述べさせていただいた後に意見を述べさせていただきたいというふうに思います。まず陸上自衛隊の科学学校というところはですね、2つの側面がございます。1つは自衛隊の中で、陸上自衛隊の中で NBC の兵器、特に核兵器あるいは生物兵器、
化学兵器からの防護の教育を行っているところでございまして、特に自衛官等はですね、その NBC 兵器からの防護の専門家として育成をしているところでございます。もう一つの側面はですね、平成7年に地下鉄サリン事案が起きましたけれども、その時、まさに時を同じくして化学兵器禁止条約のもとにですね、化学兵器の禁止及び特定物質の規制に関する法律が施行されました。その法律の中で、我が国で唯一、身体に毒性を与える特定物質の研究をですね、する機関として、そのために研究目的のために、特定物質を製造することができる我が国唯一の施設、特定施設という、その側面が2つございます。まあ、そういうことで化学学校という認識を先生方を前にして失礼で、先生でございますけれども紹介をさせていただきました。もう一つは、我が国は世界に類を見ない、いろいろな意味でのですね、被爆をした国だという歴史がございます。長崎広島のことを今更申し上げるまでもございませんし、原爆の被爆国であり、また 3.11 は原発で汚染をされた経験を持ち、また今なおかつその復興をですね、目指して除染を懸命にやっている、そういう状態である。そしてまた繰り返しになりますが、平成7年の地下鉄サリンという化学兵器を使ってですね、この日本国の首都東京において地下鉄で一般市民を対象にしたテロが行われた、そういう類のない、世界でも類のない国だという、そういう歴史を持った国だというふうに思われております。特に地下鉄サリンでは十数人の方がお亡くなりになり、6000人を超える方が負傷されたという歴史がございますし、そういう形でですね、我々は日々化学学校等でですね、特定物質あるいは NBC の兵器からの防護というものに研究をし教育をしてきた機関でございました。そういう立場からですね、我が国の化学学校というところは、国内はもとより米国あるいは欧州の各国からもですね、いろいろな意味でその注目をされている国でもあり、また機関でもございます。先般の新聞の報道にもございました通り、米国との間、そしてまた英国との間にですね、この防護に関する研究の枠組みというものがまさに行われているところでございまして、先生方はご承知の通りですね、この防護の研究、そして国と国との関係においてはギブアンドテイク、そういう関係にございます。ですので、相手国にですね、このような今回議案に上っているようなですね、秘密、特定秘密の保護に関するような枠組みがなければですね、向こうの国も当然ギブはしてくれない、そういうような状況になるわけです。そしてまたもう一方で、先ほど申し上げた通り、化学学校というところは我が国唯一特定物質を防護のための研究ということで、製造をすることが許可されている施設でございますので、今までは自衛隊の中の法律とですね、そしてまた個人隊員一人一人の良識に基づいて、その守秘義務といいますか、そういうものできちんと、管理をされてきたものもですね、実はじゃあ今後、本当に今後の隊員も同じようにですね、今までの OB 先輩と同じような形で、守秘義務を守っていけるかどうかというものについては何の保証もないわけですね。ということからしてもですね、こういうその外国との関係においてもこういう枠組みがまずは必要であるということと、そしてまた、個別具体的な事案ではございますけれども、特定物質の保護ということに関してはですね、確実にこういう枠組みがなければ今後は、守っていけないんではないかなというふうに思っておるところでございます。以上が私の意見です。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。次に伊藤浩二主任にお願いいたします。伊藤浩二主任。私は株式会社ラップテッドのサイバーセキュリティ研究所の所長をしております。要するにサイバー攻撃ですね、今皆さんご案内の、それに関する対策を打っている企業、そこの研究所長をやっております。で、今日いい機会をいただきましたので、まず一国民として、そしてそのサイバーセキュリティに対する専門家セッションの観点から、この法案について考えたことを述べさせていただきたいと思います。結論的には、
この法案は必要であろうとは思っております。ただ個人的に些細な点では疑問は持っております。それも後で述べさせていただきます。まず一般論として言えることはもうご案内と思いますけれども、秘密を守れない人に秘密を渡す人はいないということで答えは決まっていると思っています。むしろ今までですね、このような法律がなかったこと自体が国民の私としては非常に驚きでもあり、今回ですね自民党の皆さんですね、こういうやってくださったのは非常に喜んでおります。で些細なことは追ってきましてですね、次に自分がサイバーセキュリティの専門家という立場からご参考になるかもしれないことを述べたいと思います。まず現状ですね、サイバー攻撃といろいろなことが言われていますが、現実日本はですね、皆さん思っている以上に大変な状況にあります。ここ数年間でサイバー攻撃に対する大きな事件というと3年前の大手ミス防衛産業さんの情報が抜けたっていうのが新聞出たぐらいしかないのですが、実際はですね、よく新聞見ているとですね、2面3面にシステム故障とかいろんなものが出ています。そしてサイバー攻撃の最も恐ろしい点は誰がやってるかわからないってこととか、それからやってること自体がそもそも気がつかない、そして最後にやられてることが分かってもみんながそれを言いたがらないっていう、ここで実は我が国が対策が遅れてしまっている大きな原因がございます。これはこの後の話につながると思うんですけれども、私が民間企業のセキュリティの企業としてたくさんの企業さんのサイバー事件を承知しておりますが、どこの会社も絶対それを外で売ってくれるなと言っております。今日実はこの埼玉にどういう関係があるかってことを言いたいんですけど、実はそれも言えないっていうのがちょっと一種のギャグになってしまいますけども、主義意味があるんですね。どこの会社さんが私のお客さんに言えないわけであります。でその中で自分が体験した例を言うとですね、まずサイバー攻撃を受ける前におかしいと言って呼ばれて言ってみるわけですが、おかしいと言ってみると本当におかしいわけです。そしてこのあれに法律に直接関係ないかもしれませんけども、よく調べると実は去年ですね、1年間に私たちが使ったそういう事案の3分の2は1年以上前から攻撃を受けてその企業さんに入られていました。逆に言えば入られて1年間気がつかない企業さんがたくさんあるということです。そして次にそれを入られるのに気がついた処置なんですけども、困ったことに担当者の方が言わないでくださいという調子の声、それもあります。でも一番問題なのは会社の情報、その恥ずかしい情報が漏れると株価が下がったりして大変だということで観光例に引かれてしまいます。そのために国全体にですね、警報が上がってないというのが、サイバー攻撃を取り巻く日本の状況なわけです。でこのことをですね、打ち砕くために実は日本の政府がやってくださっているんですね。それでは隠してしまっては警報が鳴らないので、そういうことをですね、みんなで伝えて情報共有をして、そしてアラートを上げましょう、その仕組み実はございますが、それがうまく機能しているかという面で私は不安を持っています。つまりですね、企業さんから見れば今までは隠してた、でも国の機関がそれを集めて集約してまいてくれるよという仕組み実はできているんですが、でもそこから漏れたら一体どうなるんだろうか、もし国の機関に正直に言ったことが漏れてしまったら、その民間企業の信用は下がり株価が下がり大変なことになるのはやっぱり人間的には恐れてるわけですね。というわけで、ある事柄秘密を共有するためにはその秘密を渡す相手が本当に心から信頼できなければ、どんな仕組みも機能しない。これが私がこのセキュリティ企業にて最も感じることになります。でこの法案について私が最初述べましたように、もし例えば外国の政府がですね、日本との関係でこの秘密を教えてあげなければ日本の安全に関わるなと思ったとしても、それを私たちの国が守れないと思ったら果たして渡してくれるでしょうかという普通の疑問があってしかるべき で今回そういうことで、これが出たんじゃないかと私的には解釈しているところであります。したがってこの法案についてはぜひですね、進めていきたいし、むしろ遅すぎたのではないか、実はさっき最初言いました、これからあとですね、ちょっと小さな疑義があります。それ言いますけれども、小さな疑義があったとしても遅すぎたのではないか、本当にそう思っています。ですからまずこの法案をですね、よく審議していただいて通していただきたいというのが、国民あるいは裁判専門家としての私の観点です。
であと少しだけ時間がありますので、ちょっと気になっている点について先生方にちょっとお話ししたいと思っています。それはですね、一つは国の安全保障に著しい支障に関する法律ですよね。これ国の安全保障に著しい支障を与えることに対する法律なのに罰則が10年以下というのは私的には軽すぎるんじゃないかと思っているんですが、いかがなものなんでしょうか。国の安全保障ですよ。普通の犯罪だったら10年、20年、あるいは物を盗みました、僕分かりますけど、国の安全保障なのに10年以下っていうのは軽すぎるような気がします。私はと思っています。まあ、皆さん、審議されて妥当な線だと思っているのかもしれませんが、僕の感覚はそうです。それからもう一つ、これはですね、私もマスコミ等を見て、そうかもしれないと思っていることですが、チェック機能ですね。ここについては先生方にお考えいただきたいと思っています。確かに、行政がですね、この仕組みを作るのは絶対必要で、そしてその行政の仕組みが必要なときに、そのチェックする機能がいるときに、今私の理解では、行政の中でチェックがクローズするように、私には感じられます。本来であれば、日本国三権分立で、あと司法と行政、立法がありるんですから、それぞれがチェック機能を持つべきで、国会および裁判所がそれぞれこういう秘密に関するのに対するチェックをかけるべきではないかと私は思っています。ただしですね、ただし、もしそれを今すぐやれと僕は思っても自分の私でも分かるんですが、では国会の信頼に対することはどうなってますか、裁判官の皆さんに対するこれはどうなってますかっていうのが、この法律には入ってないわけでありますので、それは多分今後検討していただく必要があるんじゃないかなと、このように思っているところがあります。以上で私の案件を終わりたいと思います。ありがとうございました。次に山崎法事主任にお願いいたします。山崎法事主任。裁判弁護士会所属の弁護士で山崎徹と申します。本日は、秘密保護についての意見表明機会を、いただきありがとうございます。ただ、この工場が決まったのは昨日で、私が工事主任となることの決まったのも昨日の、夜の10時ということで、今日は午前の法律相談をキャンセルし、午後の会議もキャンセルし、大変無理をして、来たわけですけれども、何の前触れもなくですね、突然地方公聴会を実施して、果たして国民の声を聞いたと言えるのかどうかについては疑問を持っています。内容に入りますが、まず大臣に述べたいことは、民意は秘密保護法に反対しているということです。この法案はパブリックコメントで 80% 近い反対を受けた法案で、多くの国民が反対ないし、慎重審議を求めてきた法案です。日本新聞協会などのマスコミ会、日本弁護士連合会をはじめとする放送会はこぞって反対を表明し、反対の声は学者、研究者、文化人、NGO など各分野に広がって、海外からも批判の声が出ています。衆議院での強行採決の後も廃案を求める声はさらに拡大し、首都東京においても全国各地でも連日のように反対の運動が展開されています。私は弁護士19年目で、これまでも弁護士会の会員としてさまざまな法案に関わってきましたが、この法案ほど多種多様な人たちが反対の声を上げたことはなかったと思います。民意は秘密保護法案に反対しているわけです。国民主権のもと議会は民意を反映するものでなければなりません。そのような議会を指して議会制民主主義と言いますが、もしこの法案を参議院でも強行採決するということになれば、それは議会制民主主義の破壊であり、良識の府としての参議院の存在価値もなくなると思います。第2は秘密保護法案の軍事法としての側面です。この法案は憲法解釈の変更によってアメリカとの集団的自衛権行使に踏み切ろうとしている安倍政権が、その環境づくりとして安全保障会議、日本版 NSC 設置法案とセットで国会に提出したものです。その構造は日本版 NSC という4大臣会合
を安全保障に関する司令塔に据え、ここに同盟国であるアメリカや各省庁からの情報を集中させて、安全保障に関する実質的な政策決定を行う。そしてその際、特定秘密保護法によって担当大臣が国民に知らせたくない情報を特定秘密にしてしまうということです。特定秘密となった情報を漏洩した公務員は、これを取得し、または取得しようとした国民に厳罰を科します。4大臣が安全保障に関する情報を独占し、主権者である国民はもちろん、内閣の他の大臣、国会議員さえも情報の共有から排除されるわけです。戦前の大本営を再び創設しかねない重大な危険をはらんでいると思います。しかし、アメリカとの軍事同盟強化のために国民の知る権利が犠牲にされてよいはずはないと思います。日本は軍機保護法、国防保安法、治安維持法などによる政府の情報統制によって侵略戦争に突き進んだ戦前の歴史的経験を持っています。民主主義の根幹である国民の知る権利が問われるとき、国民は国家をコントロールできなくなり、国家は行くべき道を誤るのではないでしょうか。第3は秘密保護法案の情報統制法としての側面です。特定秘密の指定要件は1、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であること、2、公になっていないこと、3、その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるため、特に指摘することが必要であることとされています。別表には防衛について12項目の事項、外交について5項目の事項、特定有害活動の防止について4項目の事項、テロリズムの防止について4項目の事項が掲げられています。その範囲は防衛、外交など全般を網羅しており、極めて広範です。このような要件の下で特定秘密の指定がなされるとすれば、例えば防衛に関する事項については防衛大臣の一存で、外交については外務大臣の一存で、あらゆる情報を隠蔽することができるようになるでしょう。国民の知る権利は行政機関の長の一方的な秘密指定によって根こそぎ奪われることになります。原発事故情報は原子力規制委員会の委員長がテロリズムの防止に関して、テロリズムによる被害の発生もしくは拡大の防止のための措置、またはこれに関する計画もしくは研究、これに該当すると判断すれば特定秘密の指定対象となります。森雅子担当大臣も法案審議の中で、警察における原発の警備の実施状況は秘密指定の対象であると答弁しています。原発の警備の実施状況に関連するとして、原発事故の情報が特定秘密にされない保証はありません。ところで、現在私は福島地方裁判所に継続している原発被害からの原状回復、それと損害賠償を求める裁判の弁護団に入っています。原告は2000名を超えています。この裁判において原告は東電に対し、津波に関するシミュレーションと津波の安全評価に関する文書、これの開示を求め、裁判所も東電に文書を出すようにと勧告を発しました。本年11月12日のことです。しかし東電は11月28日付で文書の提出を拒否する回答をしてきました。このような東電の対応は、自らに都合の悪い情報は国民の前に明らかにせず、とことん隠すという東電の企業体質を示しています。原告らは特定秘密保護法ができた場合、原子力規制委員会がこれらの文書を特定秘密として東電の対応にお墨付きを与えることになるのではないかということを大変危惧しています。第4は秘密保護法案の国民監視法としての側面です。法案は特定秘密の取り扱いの業務を行わせる行政機関の職員や適合事業者の従業員に対して行う適正評価を設けています。そして適正評価における調査事項として、特定有害活動、テロリズムとの関係事項、犯罪、懲戒の経歴、
情報の取り扱いに関する日々の経歴、薬物の乱用影響、精神疾患、飲酒、経済状況を定めています。これらの事項は、調査事項はプライバシー性が極めて高い事項です。しかもこれらの事項の調査が公安警察に委ねられることとなれば、この国が公安警察による日常的監視に置かれる監視社会になる危険が極めて大きいのではないでしょうか。このことと関連して指摘しておきたいのは、公安第12条のテロリズムの定義の中に、国家もしくは他人に政治上その他の主義主張を強要することという文言があることです。私はこの文言を初めて読んだときに、具体例が思い浮かばず、一瞬金曜日に行われている官邸前の原発ゼロの集会かとも思いましたけれども、あの集会には国会議員の方々も参加しているので、そんなことはないだろうというふうに考えました。しかしこの間自民党石破幹事長がブログで反対を大声で叫ぶのはテロ行為とその本質においてあまり変わりないと書いたことで、ここでのテロリズムはその対象がデモやパレード、市民集会、宣伝をしながらのビラ配りなどに及んでくる可能性があると思うようになりました。先週の日曜日には私の地元川越駅駅頭で弁護士市民ら30名ほどでマイクで宣伝をしながら秘密保護法案に反対する日弁連のチラシを配りました。マイクの音量は大きいです。秘密保護法ができたら他人に政治上その他の主義主張を強要することと判断されてしまうかもしれません。市民運動がテロとみなされ国家に監視される社会、そんな社会を生み出してはいけないと思います。この他にも刑罰法規に独立共謀罪、教唆、扇動があって刑罰の構成要件が不明確で財政、財政法定主義に反するなどの問題がありますが、時間の関係もありますので最後に秘密保護法が国民の知る権利を根こそぎ奪う人権抑圧法であること、それゆえに秘密保護法は廃案にすべきであることを指摘して私からの発言といたします。以上です。ありがとうございました。以上で公実人の方々のご意見の陳述は終わりました。それより公実人に対する質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。北村恒夫君。自由民主党の北村恒夫でございます。本日は3人の参考人の方に始発の忙しい中、そして急な呼びかけにもかかわらずご参加いただきましてありがとうございました。またお三方それぞれの立場で立場から専門的な立場から貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。ご承知の通り、この特定秘密法案というのは国民の間で大変注目されている法案でございます。この国会においては法案が提出されまして、衆議院で45時間近くの審議、参議院でもその後審議が続けられてきております。昨日は3人の参考人招致を国会、委員会で行いました。そして、今朝午前中は総理出席のもと熱心な審議が行われたわけでございます。そして、一連の衆参の審議の中で、国会における与野党問わずですね、共通した理解というのはやはり国家には守らなければならない機密があるという、その点については共通の理解があるというふうに私は思っております。しかし報道機関の調査を見ておりますと、この法案に対する反対というものを強いものが多くの方が反対していらっしゃる、これも事実でございます。その意味で、しっかりとですね、国民の皆様の間にこの様々な不安や懸念があることを踏まえまして、本日はお三方からいろいろな意見を頂戴 しようという委員会の意思によって、参った次第でおります。昨日アメリカのバイデン副大統領と安倍総理との会談が行われました。その中で中国による防空識別圏の設定について、
日米が緊密に連携し対応していこうということが確認されたわけでございます。ご存知の通り、中国は突然一方的に現状の変更をしようとして防空識別圏の設定を行ったわけですけれども、これは民間航空機の安全も脅かされ、そして東シナ海の安全保障環境が一気に緊張してまいりました。今も自衛隊の皆さんは日々緊張の中連続で任務に当たっているわけでございます。日本の安全保障政策を振り返ってみますと、戦後東西冷戦が続いてきたわけでございますけれども、この東西冷戦も1989年に終わったわけでございます。しかし、東アジアにおいてはまだこの東西冷戦構造というものが存在している。そういうことで日本の安全保障環境は10年20年前とは様変わりしているわけでございます。そして、この東アジアシナ海をめぐるですね、この緊張度というのは年々強まって、先ほど触れましたように中国の防空識別圏の設定によってさらに緊張が高まっているわけです。そうした情勢の変化をですね、安全保障をめぐる情勢の変化を認識することがこの特定秘密法案のですね、保護法案の必要性を理解する上で私は大変な重要な意味があるというふうに思っているわけです。先ほど参考人、川上参考人、伊藤参考人からですね、その種のことを述べられましたけれども、まさに今その安全保障と、その日本の国、国民の安全を守るためにこの秘密、特定秘密保護法案というものが出されたというふうに私は理解しているわけです。そして、戦後日本は専守防衛という、そういう政策を取ってまいりました。その前提となるのは日米の同盟関係があるわけでございますけれども、やはり、この今の状況を考えますとですね、自衛隊が収集するだけではなく、アメリカやあるいはイギリスといった西側諸国との情報も必要になってくるわけでございます。とりわけ日本とアメリカとの情報共有というのは日本の安全保障にとって欠かせないわけでございます。やはりこの情報というこの重要性というものを認識した上でですね、この日本という国が外国あるいは危険な団体個人に情報が漏れることによって国民の安全が脅かされているようなことはあってはならないと思うわけでございますけれども、まず川上参考人ですね、先ほど化学兵器の防護の専門家として述べられましたけれども、今の日本をめぐるですね、安全保障環境というのはどういうふうに認識していらっしゃるか。川上浩二さん、総括的なことはなかなか私全般が見れるわけではございませんので、自分の正面のところに限って申し述べさせていただきたいと思いますが、今世界の中で注目されているのはやっぱりシリア情勢であり、そしてまた北朝鮮のところに我が国との間では中国との関係がありますけれども、私の正面ではシリア情勢であり、そしてまた北朝鮮の問題が多くあると思います。特に北朝鮮はですね、今般12月10日にはノーベル平和賞を受賞した OPCW にシリアは加盟しましたけれども、北朝鮮はまだ加盟していないということもございます。そういう国が化学兵器あるいは核兵器、そういうものを保持しているんだろうというふうに、公開言われているわけですけれども、例えば米国にしろあるいは欧州にしろですね、いろいろな国が意図を持って新しい化学剤を開発をしているという、そのような報道もございます。そういうものは日米あるいは欧州も必死になって新しい化学剤ができているのではないかという研究をしておりますが、例えば米国欧州がですね、そういうものの研究を進めたとして、そういう情報を我々にくださいと言ったときに、このような枠組みがなければですね、我々として自衛隊としてあるいは国家として国民を守っていく、そういうことが不可能になるのではないかなというふうに思います。先生のご質問には的を得なかったかもしれませんけれども、私の正面ではそんなことを考えます。
田村恒雄君。ありがとうございました。伊藤参考人にお伺いいたしますけれども、サイバー攻撃の点でございますけれども、これは近年、急速にですね、その危険性が高まっているわけですけれども、サイバー攻撃をやはりこの本日ですね、国家戦略会議というのに NSC が発足いたしました。そうした中で、このサイバーテロというものに対してもですね、ここでいろいろな戦略を練っている、対策を練っているということになっております。このサイバー問題、テロというものはですね、今どれだけ日本を脅かしているか、先ほども触れられましたけど、もう少しお話しいただければ。伊藤浩二君。はい、まずですね、一般にサイバー攻撃というものは認識して3つあると考えています。一つ目が情報を盗むものです。でこれが2011年の大手防衛産業の事件で出ましたけれども、あのようなものは本当に氷山の一角でたくさん行われています。実は私の会社自身がそういう企業さんのセキュリティを守る立場にあるので、あれは本当に氷山の一角で、小さい会社なんかにたくさん日本の技術情報を取られています。これが本当なんです。でその時に気が付いてないってこと自体がもうそもそも大問題っていう、まず日本の技術情報が取られているっていうことが一つ目の、我が国の国益を失ってますよっていう一つ目。二つ目が実際に攻撃されている例があります。それはホームページの書き換えだという方法で、例えば主義主張ですね、日本の官庁のホームページを書き換えて相手にとって都合のいいことをどんどん述べるだとか、そういう攻撃があります。そしてそれに付随して実際の攻撃として金品を奪うという攻撃も実際に行われています。まあ、これはどちらかというとテロというのはサイバー犯罪の範疇だと思いますけれども、これがまたたくさん起こっています。しかし先ほど述べましたように、企業さんたちは自分の企業がサイバー攻撃で実は例えばですね、情報顧客情報を盗まれる、で盗まれて返してほしければ、お金をよこせると恐喝があるやに思いますが、恐喝に屈してしまった企業はお金を払ってしまう。そうすると新聞出ない、同じ企業がひどい目に遭う。でたまに腹をくくって恐喝に屈しないと大きく報道にそれが出て株価が下がる、そのようなことが実際に起こっていて、これまた日本の企業がたくさんやられています。そしてその多くが日本じゃなくて外国の勢力ではないかと見ております。これも日本の安全保障に関わる問題です。そして3つ目が実はですね、一番新聞等に出てないことなんですけれども、将来の攻撃に備えた調査活動というのが行われている市があります。これは証拠がないのですけれども、というのはさっき言ったようにサイバー攻撃は非常に巧妙なので、やられているかどうか自身が分からないで、なんか変だなって言っても、私の分析ではそれはですね、将来本気で例えば日本のシステムインフラですね、例えば電力のシステムだとか交通網をドンとシステムダウンさせるために、日々そのシステムの状況を調べている活動がありまして、それをたまにやりすぎると不具合が発生するっていうのが多発しているやると思います。でこれについての警報がほとんど上がっておりませんので、これもまた心配なところであります。まとめますと、今ですね、日本に対するサイバー攻撃、それも外国からのものは実際の情報を取ること、プロパガンダや書き換え、そして業務妨害、そして将来の本格的な侵攻に備えたサイバー上の調査活動、これが行われています。がその危機感が日本全体で共有されている、そういう状況になると思っております。田村恒雄君。ありがとうございました。安全保障の観点から極めて今厳しい状況にあるというのがよく分かりました。ありがとうございました。そして、山崎浩二人は国民の知る権利について共有されました。これもまさに国民の皆様のご懸念の大きなご懸念となっている点でございます。特定秘密の指定範囲が際限なく広がるのではないかという懸念、あるいは指定する秘密が政府あるいは大臣によって恣意的に拡大解釈されるのではないかというようなこともご懸念もあるのが正直。先ほど原発の問題で触れられましたけれども、原発の経緯、これは、実施計画等はですね、特定秘密になりうるということでありますけれども、同じく森大臣はこれまで公表されている
情報というのは、これは特定秘密に指定されないというふうに答弁しているわけです。もちろん TPP 交渉等もですね、その辺も特定秘密指定にはならないわけです。まあ、そういったですね、拡大解釈の懸念が県内ではまだ政府の答弁がですね、国民の皆様に浸透してないのではないかというふうには思っています。そして、まあ、知る権利について本法案では国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分配慮するというふうに記載されたわけであります。まあ、私もマスコミにおりましたので、その辺、その要するに取材の取材がですね、萎縮するのではないかという懸念、まあ、その辺も考えてみるので、ありますけれども、この法案ではその著しく不当な方法によるものでなければですね、特定秘密を入手し報道しても罰せられないというふうになっています。その取得行為についての条文は、取得するにあたって暴行を加えたり脅迫、施設への不正侵入、通信傍受、不正アクセスがあったものは罰せられあります。私の感覚から言うとですね、そもそもこういった行為、著しく不当な方法というのは刑法に引っかかるわけでありますから、常識的にはそのような取材はしない、私もしてこない。そういうことで私はもう少しこの知る権利ということ、この法案と関連してですね、冷静な議論が必要だと思っておりますけれども、その点もう一度山崎浩二議員のご意見を伺いたい。山崎浩二議員、知る権利を保障するということと、まあ、安全保障に関する情報を守るということと、まあ、2つの要請があると思うんですけれども、そのバランスをどう取るかという問題で、この法案はちょっと立て付けに問題があるのではないかなというふうに思っています。構造が行政機関の長が安全保障に関係があるというふうに思えば、判断すれば、それを秘密に指定し、それの秘密の指定が妥当かどうかを判断する機会もなく、何が秘密になったのかを検証する機会もないという、この枠組み自体がやはりそもそもの出発点が妥当ではないというふうに考えます。その結果として、私が言ったように知る権利が根こそぎ奪われるのではないかという懸念につながってくるわけです。ありがとうございました。時間がありましたので、どうもありがとうございました。石川博隆君。公明党の石川博隆でございます。本日は3名の公実人の先生方、大変お忙しい中、また急なお呼び立てにもかかりませず、このようにご出席をいただきましたことを、私からも改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。今、国民の皆様の大変に関心の高いこの特定秘密保護法案、充実した審議の中で、国民の生命、財産、そして国益を守るためにいいものに仕上げていきたいという思いで、私どもとしても審議に臨ませていただいておりますし、また私も公明党与党として法案提出前の修正過程にも臨ませていただいた次第でございます。私自身は元外務省の職員として、さまざまな外交情報にも携わってきた人間でございます。交渉の外交交渉を行うにあたって当然でございますが、我が国の手の内、カードですね、どういうふうに切っていくか、あるいは内部でどのようなすり合わせをしてその交渉に臨むか、そういったことがその交渉相手に事前に知られるようなことになっては、当然そのような交渉というのは成り立たないわけでございます。また情報のやり取りをするにあたっては、ギブアンドテイクというものもございます。先ほど伊藤公実人が、イニジクもおっしゃられましたけれども、秘密を守れない人に対して秘密を提供する人はいないということもございます。また、他国から情報を得る際に、例えば A 国から情報を得る際に、この情報は B 国または C 国には絶対に提供してもらっては困るという前提のもとで得られる情報というのがあるのも事実でございます。さらには外交上非常に重要な国民の生命財産を守る上で、在外邦人在留邦人の、生命を守っていかなければならない、こ
今年アルジェリアで大変痛ましい事件がございました。そういった現地の情勢を得ていく中で、さまざまな当事者との接触、また意見交換、内戦状況の地域であれば政府当局とも、あるいは反政府当局とも接触し、情報を入手していかなければならない。どういう人と接触し、どういう時点で、どういう場所で情報を入手しているか、そういったことを明かすわけにはいかない。そういった外に出すことのできないその外交機密というのは、これはもうどのような国家であれ有しております。行政というものは外交、あるいは防衛、さらには治安機関、さまざまなそうした情報の膨大な情報の中で国民の生命財産を守るために日々奮闘しているわけでございます。企業も当然企業利益を確保するために企業秘密というものがあるように、行政にもそういった国家機密、行政上の秘密、保持しなければならない秘密というものがあります。そういう意味でこの今回の特定秘密保護法案というものは国民の生命財産を守るために必要な法案だと私も考えておりますが、他方で国民の皆様方から大きな懸念のあります、先ほど山崎浩司君からもご指摘がございました、国民の知る権利とのバランスをどう確保していくのか、これは非常に重要な課題でございます。国民の知る権利、そしてそれに寄与する報道関係者、取材の自由、そして報道の自由、これを正当な業務行為であれば罰せられないという修正も盛り込ませていただいたわけでございますが、果たしてこうしたことで十分なのか、さらには指定の期限、どのように持っていくことが適切なのか、あるいは今後有識者との会議も関与した上で運用基準を作成していくことになってまいります。こうした中で3人の法律人の先生方からまずお伺いをしたいと思いますのは、その今回は特定秘密というものを、安全保障を、国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することと、定義をした上で、この特定秘密というものを、指定するということになって、わけでございますが、何を、この特定秘密としていけばよいのか、その運用基準をどのように作っていけばよいのか、行政府のそれぞれの庁が、行政機関の庁が指定するにあたって恣意的に指定しまうのではないかというような懸念もございます。一体どのような情報であれば極めて、機微な情報として、このように、厳格に管理し運用していく必要があるのか、その運用基準についてそれぞれ情報を取り扱っておられる専門家の法律の先生方からご試験をお伺いできればと思います。川上法律委員。中身的にはなかなか難しいご質問だと思いますけれども、やはり法律の目的にあるところの、先ほど先生がおっしゃられた国益、そういうところに最終的には物差しを置いて、その尺度で、それぞれの、時、その時の、その時期、その時の、行政機関の長の方が判断をされていくっていう、本当に基本に立ち返ったような、ことに、の回答しかできませんけれども、そういうことになるんではないかなというふうに思います。あくまでも国益が中心になるんではないかなというふうに思っています。伊藤浩司君。はい。運用基準ということでしたので、2つあると思います。1つはですね、ニースノーです。誰がそれを知るべきかってことについてのニーズのをはっきりさせるっていうことになると思います。で、多分問題はじゃあ誰がそのニーズのを決められるのかってところがあると思うので、そこが多分知恵の絞りところだと思うんですが、それは多分知恵を絞って決めて、そして2つ目チェック機能ですね。おのずとそのチェック機能を別に持っていくことによって、さっき言ったニーズのが適切だかどうか、そういう部分をチェック機能でやるっていう仕組みを持てばいいと思います。それがさっき私の陳事と申しました予防からの口出しで、立法あるいは司法からチェック機能なんかの仕組みを入れるべきだというふうにつながっております。山崎浩司。私は反対の立場ですので、特に運用基準についてどうこう言うつもりはございません。ただ安全保障の問題に関する秘密をどう守るかという点について言うと、
秘密法制が全くないわけではなくて、国家公務員法の秘密に関する規定であるとか、自衛隊法、あるいは特別刑事特別法、MDA、秘密保護法など、秘密保護法制はこれまであって、それでどうしても不都合だという事実が今まであったのかというと、それはなかったんではないかと思うので、まあ、私はそういう意味で 今までの秘密保護法制の枠内で、対応できるのではないかなという、そういうふうに考えています。石川裕貴君。はい、ありがとうございます。もう一つ、これは川上口実人と伊藤口実人からお伺いをしたいんですが、情報の有効期限ということについてお伺いをしたいなというふうに思っております。まあ、今回の法案上は特定秘密の指定期限をまず原則5年と定めた上で、5年ごとに延長が可能な仕組みとなっております。当然延長にあたっては当初の指定要件というものを厳格に満たした上で延長が可能になり、かつ通算で30年を超えないという原則が定められております。なかなか一概に言いにくいものではあろうかと思いますが、技術の発展、そういったものの中でその秘密のに関する指定の有効期限というものをどのように見ていく必要があるのか、国民の皆様方からの懸念としては、永遠にその秘密とされてしまい、そして、歴史上価値ある歴史学者の方々からなんかも、検証したいと思ってもその歴史を検証できないのではないかというような、できなくなるのではないかというような懸念もございます。この辺について、特に大量破壊兵器についての、ご知見のある田上公実人、そして、サイバー情報についてのご知見のある伊藤公実人から、その有効期限というものについて、ご見識を聞かせていただけますでしょうか。川上公実人。これも極めて難しいと思いますけれども、個別個別の対応が必要にあるんじゃないかというふうに思います。例えば、先ほど申し上げました通り、科学学校でですね、特定物質を製造していますと。例えば、国民の方がよく知っているサリー、そういうものの製造法を5年経ったらじゃあオープンにするのかと、10年経ったらどうなんだろう、これはもしかすると永遠にそういうものはオープンにすべきではない、でそういう秘密もございますですよね。あるいはその国と国との関係においても事象が進んでしまえばもうそれを秘密にしておく、先ほど石川先生がおっしゃられた通り外交交渉が済んでしまえばもうそれが終わってしまうと、もうそれはカードとして切れなくなるということになれば、またそれはそれでもう極めて短時間の間の秘密の指定ということになると思いますので、やはりそれはその先ほど申し上げた通り国益というところにフィードバックをさせて、それが国家国民に対して影響があるうちはやはりずっと秘密の指定をしておくということで、一概に何年ということを包括的に決めるというのはかなり困難ではないかなというふうに思われます。以上です。伊藤口実人。はい、この期間については私の感覚では当然あるべきだと思います。これは私たち国民というかですね、さっき山口先生は、国民は皆反対してとおっしゃってるんですけど、少なくとも私の会社で反対してる人はいないです。はい、つまりそうなんです。私たちの国がこういう秘密番号はみんないるよねって言って、ただ懸念はあります。それは山口先生がおっしゃった通りです。だからその懸念については明らかにするように答え皆さんが審議してくださればいいと思っております。でその中でこの期限というのはまさにその国民の懸念を払拭する一つの鍵ではないかと思うわけであります。つまり期限がなければ、もし恣意的に行政が自分の都合の悪い恥ずかしいことを隠しても永久に隠し通せると思えば、多分悪いことをする敷地は下がります。でも何年かおきに必ずそれが暴露される可能性があるとなれば、おのずと運用にブレーキがかかるのは人間と思います。したがってまずこれは必要だと思います。あるべきあった方がいいではなく、必ずあるべきと私は考えております。あとはじゃあその期間なんですけれども、これが国の安全保障に関わるという観点からすればやはりあまり短いのはいかがと思うので、現在の法律で5年おきに見直す、そして最長30年までは認めて、それでもって時にもう一度判断するというこの考え方は私はとても良いと思っています。一点だけ言うとすると、その行政が自分のやつを延長した挙句にまた内閣でやる行政が30年の判定をすることが本当にいかがなのか、
とは考えておりますが、ご質問がありました期間についてはあるべき、そう思います。石川博隆君。はい、ありがとうございました。最後に3名の後日の先生方から情報の管理のあり方についてお伺いをしたいというふうに思います。今回特定秘密を指定した上で極めて限定的な人物、人間に対してこの特定秘密にアクセスできる人物を限定的にするわけでございますが、その人物に対しては適正評価ということを行うことになっています。この適正評価についてもさまざまな懸念が示されることもあるわけでございますが、当然このような国家の安全保障に関わるような機密な情報漏洩を防止していく必要もあります。極めて厳重に管理していく必要もございます。それぞれ、情報というものに携わってきた皆様方として、この情報の管理のあり方というものを、どのように思われるか、そして山崎浩二にも弁護士としてクライアントとの関係での情報というのも取り扱っておられるかと思います。そうした情報の管理のあり方、そういった観点からのご知見でも結構でございます。今回の適正評価の側面も含めてご所見いただければ幸いです。川上浩二君。やはり情報管理と申しますとハードとソフトの面がございあるというふうに思っております。で、一方でそのハードの面のですね、例えばこの部屋に入らないセキュリティを確保するですとか、あるいは情報のいろいろなその端末と機材にいろいろなそのソフトを入れていくだとか、そういうことはこれからも技術の発展とともにいろいろなことができるんだと思いますが、最終的に残るのはやっぱり人の意識、その秘密を扱う者のその人間がどのようにその秘密を取り扱っていくのか、そしてまたそれを言葉で悪い言葉で言えば漏洩してしまうのかということになれば、やはりその扱う人のですね、意識、さらにその人の教育、そういうことに関わってくるんじゃないかなというふうに思われます。以上です。伊藤浩二君。はい、その情報の管理の中のその人物の適正評価、これは多分答えは多分ないんだろうなと思います。実は正直に言えば、私はこの法案で書いてるやつでさえ不十分ではないかなと思っています。というのは人は変わるので、道理一遍にその時のその人の環境とか、まして親戚がどうだとでも調べたからといって、その人の心根がその時どうだ、そして何年後に変わるか、あるいは恐喝されるかもしれません。そこまで考えれば人間のその縛るとか担保できるような審査っていうのは単なる身元調査では済まないんではないかなと私は思っています。ただそれは当然やりすぎることは問題があるのは分かってますので、さっき一緒に口ごもったように難しいとなっております。山崎浩二君。適正評価に関する問題なんですけれども、国会での議論を見ていても、その評価に関する調査を誰がするのかというのがどうも見えてこなくてですね、簡単に質問するのなら、職員がやればいいんだろうけれども、それ以上の調査について、その外務省ないし、防衛省に、調査要員がいるわけでもないでしょうから、そうすると、私さっき触れましたけれども、公安警察に頼むのかという問題も出てきますし、しかし公安警察に頼む根拠が、法案上あるのかないのかもよくわからないという、こういうちょっとこのバックとした状況の中で、適正評価が語られているのは若干問題かなというふうに思っています。ありがとうございました。大門美樹君。お忙しい中ありがとうございます。日本共産党の大門美樹氏でございます。まず一言申し上げたいのは、今回のこの地方公聴会の開催、その強引な決め方にですね、厳重に抗議をしておきたいというふうに思います。ただしこの重大な法案に対してですね、先ほどございましたけども、国民の8割は反対か慎重審議というふうになっているにもかかわらず、国民の皆さんのですね、意見を聞く機会があまりにも少ないという点がありますので、この機会をボイコットするということではない、すべきではないという判断から、ここに出席して質問をさせていただきます。山崎浩二主任に伺いますけれども、
私はこの議論、私法律の専門家ではありませんけれども、ずっと聞いていてですね、なんか基本的な勘違いがあるんではないかなと思っているんです。で本法は先ほどもありましたけれど、一応国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分配慮しなければならないというようなですね、配慮しなきゃいけないというようなことがあるわけですね。しかしですね、この知る権利とか取材の自由、今日もマスコミたくさん取られてますけれど、こういうものはこの権力の暴走を許さない、コントロールするための大変重要なね、大変基本的な重要なことであって、それを配慮の対象というふうに、なんかこういう訓示規定で済ますようなところそのものがですね、何か大きく勘違いしているんじゃないかと、そういう軽いものではないというふうに思っておりますし、これは憲法21条との関係、あるいは今までの判例の関係から言ってですね、こういう報道または取材の自由、知る権利というのはかなり重いものではないかと、まずそこのところをきちんと押さえた上で、国の、ね、必要な機密をどうするかという議論にならなければいけないのに、逆さまになっているんじゃないかと私は思うんですけれども、山崎公実人のご意見をお聞きしたいと思います。山崎公実人。人権保障やそれに対する制約について、どういうアプローチをするかということなんですけれども、憲法の体系上、人権は国政の上で最大の尊重を、求められているわけですから、基本的に憲法21条で知る権利が、保障されている、でその知る権利は、最大限保障されなければならない。だけれども一方で秘密保護の必要性があるから、どこまで知る権利がギリギリ制約されていいのかという、こういうアプローチが本当は必要なんだけれども、それが逆転していて、まず安全保障秘密ありき、知る権利は、配慮しますよと、こういう思考回路になると、やっぱり発想がやっぱり逆転、憲法の立場とは逆転してしまっているのではないかなという、考えを持っています。大門美智君。私は被災地福島には何度も行ってるんですけれども、今先生からあった福島の問題でですね、損害会社の裁判の弁護団もやられているということで、さまざまなことは原発事故についてお考えかと思いますけれど、私はこの問題一番懸念したのはですね、原発事故情報が特定秘密というふうにされたときに何が起こるんだろうと。今までも、これまで公表したものは公表するなんて言ってますけれど、今までも全部公表してきたわけじゃないんですよね、事故情報というのはですね。でそういう、ある原発でアクシデントが起きたと。でそれを公表すると、テロの対象にターゲットにされやすいと、ウィークポイントだと知らせるとですね、テロのターゲットされると。だから公表しないと、秘密にすると。いうようなことが平気で行われたらですね、その安全がですね、いつまでもなおざりになるということもあるわけですし、そういう点でいくと、この まだ今収束もしておりませんけれど、この原発事故を考えるとですね、これが起きた経過を考えると、本当にこの秘密保護法はですね、私は本当に廃案にすべきだと思いますけれど、先生のお考え、山崎先生、公実委員のお考えを聞きたいと思います。山崎公実委員。原発事故情報に関して、森担当大臣は、それは、特定秘密の対象とならないというふうに、答弁しています。ただ一方で、警備に関するものについては、原発の施設について、対象となる余地があるというような、ね、言い方をしているんですけど、ちょっとそこの線引きがこうはっきりしないという、要するに原発関係の問題がテロと関連があるということであれば、それがちょっとどこまで広がっていくのかがわからない。法律が一旦できれば、その法律を解釈し適用するのは森担当大臣ではありませんから、法律に携わる行政機関の長が、その法文の読み方としてどういう読み方ができるのか、ここが重要なんだろうと思います。そういう意味では今の、法案の条文では原発情報も、そこに含まれる、可能性はありますし、
まあ、すでに公表しているものについては、特定秘密にしないとはいうものの、じゃあ公開してないものについてはどうなんだ、まあ、先ほど私が、述べた、原発訴訟の中では、原発事故の津波のシミュレーション、それから津波に対する、安全評価状況、これは、今まで公表してなくて、でしかも裁判でも、裁判所が出してくださいというのに出さないと言ってる。じゃあこれはどうなんだろうと、まあ、さまざま問題が、あるわけです。まあ、そういう点で、森大臣の一応答弁はありましたけれども、まあ、それだけではどうも納得ができない、状況なんだ、なんではないかなというふうに思っています。大門美樹君。次に適正評価の問題で、川上浩司君に伺いたいと思うんですけれど、実は先日我が党の新井総平議員がですね、国会でこのことを具体的に聞いたんです。そしたらその特定秘密を扱うものはですね、行政も民間も区別なく、銀行あるいは病院ですね、そういう情報も全ての団体にプライバシーが紹介をされて、それに答えないと、答える義務があるということまで、明らかになってきてるんですけれども、これはここまで来るとさすが自衛隊の中にもいろいろいらっしゃると思いますけれど、その周辺の人にまでですね、秘密に関わると、ここまでプライバシーを全部紹介して、把握されるというのはいかがお考えでしょうか。山崎浩一に。川上浩一に。先生 の質問にまた正面からお答えになっているかどうかわからないんですけども、これまた先生に釈迦に説法だと思いますが、日本の自衛隊というか安全保障の組織の中では、例えば旧軍は造兵省というものを持っておりました。ところが今は防衛関係の企業ですね、一般の企業が入札という形で防衛装備品を納入をして、それが戦力になっております。それを考えたときに、その防衛装備品を開発をしていく、その人たちは、まあ、一般の企業人なわけですね。でそういう方たちが、例えば今私が先ほどから申し上げているような NBC に関する防護の装備品に関して、全くじゃあ何の枠組みというか網もかからずに、自由に企業のためにですね、企業の利益のためにそういうものを扱っていけるかというと、多分そこはかなり違うんだろうなと思います。そういうことから、やはりこういうその枠組みというものもやはり必要なんではないかなというふうに、まあ、先生 のご指摘の質問とはちょっと外れてしまったのかもしれませんけども、そのように考えておきたい。大門美樹君。山崎の後日に伺いますけれど、まあ、前提として何が秘密かを行政の長が、政府が決めてしまうということの前提でいくとですね、こういう適正評価でプライバシーがどんどんですね把握されてしまうというのは、大変これ基本的人権からも大問題だと思いますが、いかがお考えでしょうか。山崎浩一君。適正評価の対象、調査対象事項が、まあ、極めてプライバシーに関わる部分が、含まれていまして、まあ、それに対して、まあ、国家が、調査するということ自体がですね、プライバシー侵害ということになります。で、まあ、プライバシー侵害が全てこの基本になるわけではありませんけれども、プライバシーの権利を基本に据えると、そのプライバシーがこう制約されていい理由があるのかどうか、まあ、これを厳しく問わなければなりません。で、その厳しく問うところで、まあ、この法案で、プライバシーを、制約する理由があるのかどうかというふうに考えれば、まあ、それは私はないというふうに考えています。大門美樹君。山崎浩司君の最後のところと時間が少なくて、お話がなかなかできなかったのかも分かりませんけど、まあ、今の関連もあるんですけれど、まあ、刑罰の構成要件が大変不明確だというのはありますよね。例えばこの法律に抵触したということで起訴されたと、山崎先生がですね、弁護されると、弁護しようにもですね、この刑罰の、構成要件ですか、これはもう勝手に向こうが決めてて、向こうがやってると、弁護のしようがないような事態に陥るんじゃないでしょうか。山崎浩司君。刑罰の構成要件がですね、まあ普通 の, その犯罪と若干違う部分がありまして、普
通の犯罪はまず実行行為があってそれに対して共謀であるとか教唆であるとか扇動であるとかいう形で処罰ができてるんですけれども、この法案については実行行為がなくても独立して共謀教唆扇動が処罰できるというこういう立て付けになっているわけです。そうすると共謀とか教唆とか扇動とかっていうのはこれは基本的に会話ですから、どういう会話がなされたら犯罪成立するのかっていうこれは全くバッとした曖昧な構成要件になっているわけです。罪刑法定主義というのは国民に刑罰を科す際には何が犯罪で何が犯罪でないのかこれが明確でなければならないという、この要請に、この法案は答えられてないんではないかなという、そういうふうに考えています。大門美樹君、最後に伊藤浩司君に伺います。さまざまご意見がある議論が続いてまいりましたけれど、国会ではもですねこの法案に修正したり協力してきた政党までもう今ここまで来るともういかにもちょっともう実は明日採決みたいな話があるんですけれど、ちょっといくらなんでもまだ理解もいろんな不明な点もあると、もっと慎重審議をすべきというのが大きな意見になってきています。国民世論でも8割は伊藤さんの会社はちょっと知りませんけど国民全体はですねやっぱ8割ぐらいが世論調査にも出てくるわけですね。私はやっぱり意見がいろいろまだ違うところあってもさらに慎重審議をすべきだと、明日採決とかですね明後日採決というような問題ではないだろうと思いますけれど、そのもっと慎重にやるべきではないかと、徹底的にもうちょっときちっと議論すべきではないかという点はいかがだったでしょうか。伊藤浩司君、大枠そういう考えもあるんですけども、一番最初に言ったように私はもう遅すぎてんじゃないかっていうのが一番根っこにあるために、そう遅すぎんじゃないか、だからこの法律について関して言えば、懸念はあるんですけれども早く遅すぎてあれを取り戻して、でさらにもっともっと大事なところ例えば別の法律で定めるとかやっていただいて植えていく、それをやっていただければいいんじゃないかと思ってます。だから今足りないのは僕に対する説明がなくって不安が煽られてるから少佐だと8割に見えますが、それは私の判断は反対してるんじゃなくて不安懸念よく知りませんということじゃないでしょうか。だからそこをクリアしていただいて、それはちゃんとこれから決めますってあれば変わるんではないかというのが、すみませんが私の意見であります。大門美樹、時間になりました。そういう懸念があるからこそですね、明日明後日とかいうことをやれるんじゃないと思っているわけでございます。ありがとうございました。以上で公実人に対する質疑は終了いたしました。この際公実人の方々に一言御礼を申し上げます。皆様には長時間にわたり貴重なご意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。これにて参議院国家安全保障に関する特別委員会埼玉地方公聴会を閉会いたします。採決したぞ。国家公聴会で発表したよ。ありがとう。どうもありがとうございます。
にこのマイクって使われる感じですか？あ、まあ、わからないです。あ、わかりました。Thank you.